急におとなしくなった。どうですか？苦い。コーヒーの味しない。めっちゃうか顔やん。You don't
どうしようもない。旅行の最終日の朝からもう一度病院に行きました。わざわざ遠くから来てくれてありがとうって、トリートメントをサービスしていただけるというので喜んで病院に向かいました。というのもご覧の通り、イギリスの香水で髪型がものすごい傷んでいったんです。あ、なんか不審者みたいこれしんどなったら大丈夫です。大丈夫か。今は普通のシャンプーですか。あ、違う。あ、これも違う。はい。特別な。そうですね。シリコンを除去するためにうちが独自で使ってるやつですね。私も今回初めて知ったんですが、トリートメントって髪の毛を柔らかくしてくれるんですけど、実はダメージを直すっていうよりは表面をコーティングするだけで、だんだんそれが蓄積していって硬くなって髪も重くなるらしいんですね。次の段階にも入っていって、何を、クレンジングがある程度ですね、終わってます今、うん、で終わってシリコンが離れてきたんで、今度はタンパク質のフルボ酸っていうのを1個入れてます。また別の友達と一緒に食べました。12時45分で予約を取ってるんですけど、はい、あ、すずさん送られました。あー、久しぶりもうめっちゃ観光客してるやんちょっと早めに着いたからさ、トイレ行ってきて。あ、そうかそうかそうか、うん、肉のために今回、日本に来てでかい買い物日本で買ったの。そう、
伺いします。ホットカフェラテと、はい、ホットカフェラテ、サイズどうされますか？サイズは、M サイズ。このサイズとホワイトチョコ、ムースケーキ。はい、以上でございます。はい、道頓堀の川沿いに割と最近できたカフェっぽいんですけど、景色がすごい綺麗でした。ご視聴ありがとうございました。